どうも、たぶやんです。音切りそう、続きやっていきたいと思います。僕はガラスを割って外に出た。ちょっと待てよ。服を着替えていると恐ろしい想像が頭をよぎった。今は温度の上がり方がゆっくりだったからよかったが、もしさっき波が入った時完全に戸が閉まってたらどうなってたんだ。たまたま波の力が弱かったから戸が完全に閉まらなくてよかったものの、あるいは僕が先に入っていたら波のことが心配になってきた。もしかして時計を探しにソファーで休んでるのかも。食堂の方に行こう。僕は食堂へ行った。しかし波の姿はない。念のため中へ入って奥の台所まで探してみたが、やはりいない。どこへ行ったんだろう。その時白い服が廊下をよぎった。慌てて扉に顔を向けたが、ドレスの裾がちらっと目に入っただけだった。誰だ。僕は急いで後を追いかけたが、廊下にはもう影も形もない。おかしいな、ナミはあんな服着てるはずないし。あてもなく玄関まで来てしまった。ん？2階から何か話し声がする。僕は耳を澄ました。急に聞こえなくなった。変だな、今確かに聞こえたと思ったんだが。僕はそっと2階へ上がっていった。階段を上りきると廊下の向こうからまた話し声が聞こえた。近づくにつれ声がはっきりしてきた。どうも若い男女の会話のようだ。家の人が帰ってきたのかな。声の雰囲気からすると明るい感じだ。奇怪なことばかり起きていたが、単に僕の思い過ごしだったんだろうか。もしそうだとしたら勝手に入ってきていろいろやってしまった。なんて言い訳したらいいんだろう。僕は複雑な心境で部屋の前まで来た。とにかく謝って挨拶しなければ。僕はノックしようと腕を上げた。ところがその瞬間会話はプツリと途切れた。扉が少し開く。あ、気づかれた。僕は身を固くして中から人が現れるのを待った。隙間から白い手が見える。女性だ。思わず声が出た。突然中の人が身を引いた。向こうも息を呑んでいる。次の瞬間中の人は急に謝ってきた。すみません、私は？ナミの声だ。え？ナミ？タブヤンさん？扉を大きく開けるとそこにはナミが立っていた。なんだ、何よ、何やってたんだよ。俺家の人が帰ってきたのかと思って。私もよ、もうびっくりさせないでよ。なんでこんなところにいるの？風呂から出たらいないから心配して。違うのよ、聞いて。ナミは何かすごい冒険談を話すように目を輝かせ始めた。さっき時計探してたら上から話し声がするのよ。それでてっきり家の人が帰ってきたんだと思って。俺もだよ、だから上がってきたんだけど。それがね。ナミは笑いながら僕の肩を叩いた。おかしいの、聞いて。聞いてるよ。何だったと思う？さあ、それがね、聞いて。だから聞いてるって。少しイライラしてきた。家の人だと思ってすっごく緊張してこの部屋ノックしたの。うん。ところが返事がなくって、でも話し声はするのよ。それで思い切って開けたの。そしたらね。笑ってないで早く言えよ。誰もいないの。さて何だったでしょう。いい加減にしろよな、人が心配してんのに。僕は大声を上げた。ははごめんなさい、あのね。ナミはそこで一旦言葉を切ると重大ニュースを発表するかのように間を置いた。ラジオだったの。ラジオ？ほらあれ。ナミは部屋の中にある黒いラジオを指さした。本当だ。じゃあなんですぐ降りてこなかったのさ。俺すごく心配して。うん、そうなんだけど。ナミはタンスの上に目をやった。西洋風の女の子の人形が2つ並べて置かれている。赤いジャンパースカートを履いた布の人形で、両方とも全く同じものだ。この人形どっかで見た覚えがあって、
ってこれ？僕は人形を手に取った。ちょっと触らせて。ナミはすご何かすごく大切なもののようにそっと両手で人形を受け取ると二つの人形を頬に寄せた。うわあ。ナミの顔が今まで見たこともないようなとても安心した表情になった。どうしたの？何かすごく懐かしい子供の頃に戻ったみたいな気がする。こんな人形どれでも同じように見えるけどね、男の子の俺としては。違うの、そんなんじゃないの、特別なの。ナミは目をつぶってうっとりしている。女の子の気持ちはよくわからない。あ、それよりさ、さっき人影みたいなのが見えたんだけど、あれ家の人じゃないかな。ん？なんか白いドレスの女の人だと思うんだけど。ナミは目を開けた。まだ夢見心地といった感じだ。ちょっと気になるから下行って調べてみたいんだけど。僕は出口に向かった。わかった。ナミは背伸びをすると宝物を扱うようにそっと人形を元の場所へ戻し、部屋を出る時も名残惜しそうに人形へ手を振った。バイバイ。さあ探検続けようか。うん。下に降りてきてもまだ少し波はぼんやりとしている。この扉怪しいな。玄関の正面に扉がある。もしかしたらさっきの白いドレスはここへ入ったのかもしれない。僕は扉を開けた。暗く細長い空間がただ奥に続いていた。トンネルみたいだな。石がむき出しになった壁に燭台が並んでいる。僕は懐中電灯のスイッチを入れた。奥に扉がある。あの扉開けるとね、ナミがつぶやいた。うん、またここと同じ玄関なのよ。それで時間だけが逆戻りしてるの。この廊下は昔へ帰るトンネルなのよ。真顔で言っている。何、わけのわからないことを。僕は構わず奥に進んだ。扉は鎧戸になっていた。隙間からは外の風が感じられ、床のすぐ手前はびしょびしょに濡れている。開けたら玉座ね。僕は戸を開けた。うわあ！突然何か冷たいものがだらりと顔に垂れた。雨に濡れたツタだ。僕はツタをくぐるようにして外へ出た。そこは裏庭に面したバルコニーだった。下は木で組まれた足場になっていたが、もう何年も放っておかれたみたいでボロボロになっている。中央には腐りかかった木のテーブルが1台と、その周りにはデッキチェア3つ、それぞれ勝手な方向を向いて転がっている。上は藤棚になっていたが、今はツタが絡んで垂れ下がり、お化け屋敷の入り口のようだ。雨はもう完全にやみ、ツタについた雫がポタポタと顔や肩に冷たく当たる。すごい玄関だな。僕は皮肉を言ったが、ナミには聞こえなかったようだ。突然僕の手を引くと、藤棚を支える柱の一本を指さした。ねえあれ、ん？何か光ってない？本当だ。細長い影が立っているように見える。その柱の下の方に黄色くぼんやりとした光が見える。火が燃えているのでも電気的な光でもない。何かぬめっとした感じの静かな光だ。かぐや姫かな、言うと思った。僕らはその柱の前まで歩み寄った。なんだ、蛍光塗料だ。手の指の太さくらいの横線が少し間を置いて上下に2本引かれている。でもなんでこんなところに。僕は腰を折り曲げ、下の横線に光を向けた。木の柱に元から塗られていたペンキは乾ききって浮き上がり、かさぶたのようになっていた。蛍光塗料はその上から舞地文字に横切って塗られている。そしてよく見ると柱の木そのものに釘か何かで引っかいたような傷がついている。横一文字に深くえぐられた傷で、その右には何か文字のようなものも刻まれていた。なんだ？なんか書いてあるぞ。僕は目を凝らしたが、古い方の塗料がデコボコになっていて判別しにくい。めくればわかるわよ。ナミはそう言うと、指の爪で浮き上がった塗料を剥がし始めた。
塗料は見ていて面白いほどにパリパリと剥がれ、見る間に柱の木の地肌があらわになった。波、そこにはそう刻まれていた。僕は腹の中に何か黒いものが溜まっていくような気がした。ナミはそれを見た瞬間、一瞬指を止めたものの、すぐにまた塗料を剥がし始めた。おいナミ。後から肩を叩いたが、ナミはそれを無視してひたすら柱の塗料を剥がしている。結局ナミは上の蛍光塗料の塗られていたところまで上下10センチにわたって古い方の塗料をほとんど剥がしてしまった。一文字の引っかき傷は少し間を空けて上下に2本ずつ合計4本つけられていた。そしてそれぞれの横にナミ、ナオミ、ナオミ、ナミと名前が刻まれていた。ゆっくりとナミが振り返った。表情が硬い。竹比べね。え？ああなるほど。ナオミって誰なのかしら。え？ナミは私でしょ。だったらナオミって。おいおい何言ってんだよ。僕は大げさにナミの肩を叩いた。ここの子の名前じゃないか。なんだよ気にしすぎだよ。そうかしら。そうだよ、偶然の一致だよ。どうしたんだよ、ナミらしくないな、暗い顔しちゃって。だったらいいけどね、もしかしてさっき言ってた白いドレスの人って私に似てなかった？いや顔までは。そう、いろいろな疑問が頭をもたげてくる。A、なぜナミの名前が。 B、ナオミという名は何だろう。 C、ナミのあの言葉は何だったんだろう。一番気になるのは C ですね。ナミ、まだナミの顔つきは暗い。僕はナミの耳元に口を持っていった。それとも今度は二人で入る？バカ。やっと少し笑った。さあ行こう。うん。僕はナミの手を取って鎧戸に向かって歩き出した。扉をくぐる前に振り返ると、暗いバルコニーの片隅で残った蛍光塗料がまだらに光っていた。あの部屋調べようか。屋敷の左側にまだ行ったことのない部屋がある。僕はそちらに足を向けた。空いてるかな？暗いね。明かりがついた。天井のシャンデリアが眩しい。広いな。ねえ、あれピアノじゃないの？本当だ。正面は裏庭に向かって全面ガラス戸になっていた。昼間だとここから景色が素晴らしいのかもしれないが、今は黒々としたガラスが鏡のように部屋の中を映し出しているだけだ。いつの間にかナミはピアノの前の立ち鍵盤を叩いていた。ねえ、それなんて曲？知らないの。題名も誰の曲かもわからないの。誰かに教わったの？ううん。昔から知っているの。自分でも不思議。突然ナミは手を止めた。どうしたの？ナミは僕の肩越しに後ろを見ている。ねえ、あれ。振り向くとそこには一枚の人物画がかかっていた。和服を着た30歳前後の女性で、遠い山並みを背景にゆったりと編んだ長い髪を左肩から胸に垂らし、両手を合わせて野草のような花を胸の前で持っている。絵だね。ねえ、何か気づかない？ナミは挑戦的な笑みを浮かべた。僕は焦った。誰か有名な人の絵なんだろうか。初期のピカソに似ているね。綺麗な人だね。おとぎりそうじゃ。 C、 おとぎりそうじゃないのか。私に似てない？
化粧の感じが昔風だったし、絵全体の古さもあって現代っ子の波となかなか結びつかなかった。しかし長い間見ているうちに、そういえば似ているかなと思った瞬間、僕はあることに気づいた。ナミは小首をかしげて微笑んだ時に少し顎が前に出る癖がある。その時顔の左右のバランスも崩れ、下手をすると醜ささえ漂ってしまいそうな微妙な表情になる。それは首の座らない赤ん坊のような不安な印象があり、僕はナミの笑顔は大好きだったが、ナミが微笑むたびになんだか一番大切なものが壊れてしまうような、そんな恐れすらいつも感じていた。そして絵の中の女性の微笑みが全く同じ危うさを持っていたのだ。表面的な類似点よりもむしろそういう仕草や表情の一致の方が僕を驚かせた。全然似てないよ。しかし僕は嘘をついた。気味が悪くなってからだ。そう？ナミは軽く微笑んで首をかしげた。息写しだ。僕は背筋が凍りつきそうになった。だってナミ、こんな綺麗じゃないじゃないか。僕は顔を背けてナミの視線を振り払った。どうせ私はブスですよ。ナミはピアノを叩きつけて立ち上がった。ブスだなんて言ってないよ。言ったじゃない、今。言ってないよ。言った。ナミは口を尖らせて怒っている。何笑ってんのよ、もう。ナミは背中を向けた。その時風が吹いた。あ、いけない。カーテンが揺れたかと思うとピアノの上のろうそくの火が燃え移り、あっという間に薄いカーテン全体に広がった。キャー、燃えるカーテンがナミの顔にかぶさった。ナミ、僕は急いでカーテンを引っ張った。カーテンレールについた金具が次々と弾け飛ぶ。僕は火のついたカーテンを床に投げ捨てると大慌てで足で踏んだ。火の勢いこそ強かったものの、カーテンの生地が薄いのが幸いした。なんとか消し止めることができた。ふう、危うく火事になるところだった。ナミ大丈夫？返事がない。背中を向けて壁の前で立っている。どうしたの？どこか火傷でもした？ナミはこちらを振り向きもせずゆっくりとうなずいた。どこ？どこを火傷したの？顔を。カーテンが揺れた時、熱で絵の具が溶けたのだろう。まるで火傷でもしたように顔の右半分が焼けただれていた。ああ、なんだ、そういう意味か。ああ、びっくりした。俺はまたてっきり。僕はほっとして笑ったが、ナミは突然おかしなことを口走り始めた。お母さん？お姉さん？え？何を言ってるのかわからない。ナミは一人っ子のはずだ。僕が戸惑っていると、突然ナミはビクッと体を震わせ、出口に向かって走り出した。どこ行くんだ？僕は慌ててナミの腕を掴んだ。離して、あのミイラを探さないと。ミイラ？ミイラってあの車椅子の？そう、だから離して。ナミは僕の腕から抜け出そうと反狂乱になってもがいた。落ち着けよナミ、どうしたんだ？離して。とにかく落ち着けよ。どういうことなんだ、説明してくれよ。私昔この家にいたの、住んでたのよ。そんな話は初耳だ。昔っていつ？わからない。でもすごく小さい頃だったのは確かよ。お母さんとお父さんと、そしてお姉さんも一緒に。お姉さんってナミは一人っ子だろ？ううん、お姉さんがいたの。どうして今まで隠してたんだよ。俺そんな話。隠してたんじゃない、タブヤンさんにそんなこと隠したりしない。私だって今初めてわかったの。すごいショックよ、お母さんが別にいたなんて。それが今わかったの、今思い出したのよ。ごめん、隠してたなんてそんな言い方して。僕は謝ったが、すぐには信じられない話だ。でもナミ、俺ナミのこと信じないわけじゃないけど、何かの間違いじゃないの？ほら、ここに来てからおかしなことばかり起きたし。ううん、錯覚じゃない。だんだん思い出してきたの。ねえタブヤンさん、どうしよう。あのミイラ、お母さんかお姉さんのどっちかだと思うの。ねえ、私どうしたらいいの？私もしかしたら取り返しのつかないことをしたのかもしれない。何を？ナミはふらふらと廊下に向かった。僕は言った。
よし、ナミ、ミイラを探しに行こう。手伝うよ。ホールは何事もなかったように静まり返っている。やっぱり2階から調べようか。明日になれば全て笑い話さ。あれ？ナミがいない。どこに行ったんだ。僕は1階のホールを見下ろした。突然の音に振り返ると、後ろから無人の車椅子がものすごい速さで迫ってきた。うわあ！車椅子はそのまま階段の手すりに激突した。もし当たっていれば車椅子もろとも階段を転がり落ちていたかもしれない。だが僕は別のことが気になっていた。振り向いた瞬間、車椅子をこちらに突き飛ばしたものがちらりと見えたのだが、それがナミそっくりだったのだ。まさかナミがレンチだった。レンチにはガムテープが巻かれてあり、そこにはタブヤンと書かれている。車の工具入れに入れておいたやつだ。こんなもの誰が。その時近くの扉が開いた。あ、ナミ。うつろな表情をしている。こいつ心配かけやがって。僕は駆け寄った。ところがナミは僕の顔を見るなり部屋に戻り、扉を閉めてしまった。おい。ナミは右隅にあるベッドに顔をうずめている。どうしたんだよナミ。どうやら泣いているようだ。セピア色になった古い写真でお揃いの白いブラウスを着た3歳くらいの女の子が2人並んで写っている。2人は着ているものも同じだったが、顔も全く同一人物と言っていいほどそっくりだった。双子だろうか。これを見てナミが何を思ったか僕は全てを察した。だがわざと尋ねた。これがどうかしたの。それ私に似てるでしょ。全然似てないよ。いいの、もういいのよ。何がいいんだよ。胸の名札。写真の二人の胸には名札がついていた。ナミ、ナオミとある。そして目が合った瞬間、突然両手で顔を覆って部屋から飛び出していってしまった。あまりの出来事に僕は呆然としてしまった。やはりナミが言っていた通り、ここに昔住んでいたことや姉がいたことは本当のことだったのだろうか。じゃあさっきのはナミではなく姉のナオミ。だがなぜナミの姉が車に細工したり僕を襲ったりするんだ。そういえば浴室の事件を思い出した。あれもナオミのせいだとしてはしたら。ナミ。廊下へ出ると奥の部屋の扉が閉まったところだった。多分ナオミの部屋だろう。僕はそちらに向かって歩き出したが、ふと下を見ると濡れた足跡が別の部屋へ続いている。ナミは一体どっちへ行こう。足跡を追おう。ナミが二人いる。一人は床に倒れ、もう一人はびしょ濡れの白いドレス姿でその前に立っている。がどちらも全く同じ顔だ。倒れた方はさっきまでのナミの服装だった。そうすると白いドレスの女がナオミ。ナミそっくりの女がナミにナイフを突きつけながら叫んでいる。さあ私と弟のところに行くのよ。弟？この上弟までいるのか。しかし考えている暇はなかった。ナオミがナミに向かってナイフを近づけ始めたの。やめろ。僕は部屋に転がり込むとナイフを持つ手に飛びかかった。邪魔しないで。お前がナオミか。なんで自分の妹を。あなたには関係ない。ナオミは抵抗したが、僕がナイフを奪い取ると開いたドアから廊下へ逃げ去ってしまった。ナミ大丈夫か。タブヤンさん。ナミの声は震えている。今のがナオミか。今のが君のお姉さんか。どうしてナイフなんか突きつけたんだ。弟って何なんだ。弟なんかいたのか。興奮してまくしたてだが、ナミは悲しそうな目で僕を見つめるだけだ。怪我はないか。大丈夫。ありがとう。タブヤンさんが来なかったら私どうなってたか。それより今のナオミかい。そう言ってた。
あなたの姉よって。私ショックで。弟の話は何なの？わからない。私わからないの。いいよ、無理に思い出そうとしなくても。床に本が落ちている。手に取ってみると日記だった。中には母が死んだ後、一人で病気の弟の世話を焼いていたナオミの苦しさや寂しさが切々と綴られている。眠るのが怖い。目が覚めたら直樹が死んでいるのでは。もし直樹が死んだら、そのことを考えると私は胸が張り裂けそうになる。私は本当に一人ぼっちになってしまう。けれども直樹のあの苦しみ、叫び、治らないものならいっそ人思いに死にたいよ。生きていても仕方がないよ。姉さん、僕を殺して。お願い、僕を楽にさせて。殺して。ああ、直樹、どうせなら私が病気になればよかった。ひどい火傷を負ったこんな私こそ生きていても仕方がない。どうして直樹がこんな病気に。どうして私だけが一人きりで生き続けるの。直樹。波が涙で声を詰まらせながら話し始めた。あの人、ナオミさん、タブヤンさんが来るまでずっとこれを私に読んで聞かせるの。あなたがいない間、どんなに私が辛い思いをしていたか、そして弟がどんなに死ぬまであなたに会いたがってたかって。でも私知らないの。昔兄弟3人で一緒だったって言うんだけど、弟のことは覚えてないの。でも火傷は私が悪いの。私が起こした火事が原因で。そんなに自分を責めることないよ。まだはっきりしたわけじゃないんだし、もしそうだとしても子供の時の話じゃないか。でも僕は波の肩を抱き、日記の最後のページを開いた。僕の海に沈めて。僕が死んだら僕の体を僕の海に沈めて。これが直樹の遺言だった。私は直樹の言う通りにした。そして私は本当に一人ぼっちになってしまった。日記はそこで終わっていた。僕の海って何のことだ。その時僕はあることに気づいた。ナミ、もしかしたら弟はまだ生きてるかもしれないよ。ミイラの目がナミに似てたんだ。さっきまではあれがナオミじゃないかと思ってたんだけど、もしかしたら弟がミイラに化けているのかも。ナイフの取り合いをした時にナオミと目があったけど、まともな目つきじゃなかった。死んだと思い込んでるだけで、もしかしたらまだ生きてるのかもしれない。ナミ、確かまだ入ったことのない部屋が2階に1つだけあったよね。あの鍵のかかってた部屋、あそこに行けば何かわかるかもしれない。待って、私も行く。大丈夫かい。わかった、二人で行こう。問題の部屋の扉は閉まっていた。僕は扉のドアのノブを掴んだ。突然後頭部に重い痛みを感じた。そして僕は気を失った。うっすらと目を開けると廊下の赤い絨毯が目に入った。ううまだ頭が痛い。右手を頭に持っていこうとして、僕は自分が動けないことに気がついた。車椅子に縛り付けられている。目が覚めたのね。背後から声がした。ナミか、ほどいてくれよ。僕は後ろを見ようと首を曲げたが、相手の顔まで見ることができない。じゃあ行きましょうか。背後の女は車椅子を押し始めた。ナミ、ナミじゃないのか。声はそっくりだが、ナオミか。寂しかったのよ、本当に寂しかったのよ。でもあなたにはわからないでしょうね。私たちのことなど忘れていたんですものね。ナミではない。ではナミはどこへ。ナオキは本当にかわいそうだったわ。苦しんで苦しみ抜いて、最後はガリガリに痩せ細って、それでも最後まであなたと3人で暮らすことをずっと夢見ていたのよ。なのにあなたは来なかった。何の話だ。
それにどこに連れて行く気だ。直樹が死んだ後もあなたは来なかった。私はあなたを憎んだわ。全てはあなたの起こした火事が原因だったんですもの。どうやら僕をナミと勘違いしているらしい。僕はなんとか自由になる手でポケットからライターを手繰り寄せた。車椅子はゆっくりと2階の廊下を進んでいく。あなたが子供の頃起こした火事でお父さんは死に、お母さんはそのショックで病にかかった。そして私には、私の額には。ナオミは一瞬言いよどんだ。それでも直樹が元気な間はまだよかった。私もあなたが全ての頑強だとは知らなかった。ライターに火がついた。僕はそれで縄を炙り出した。お母さんが死んでから私は母の日記を読んだ。それで私は真相を知ったのよ。直樹の体がおかしくなり始めたのもその頃からだった。女の声が震え始め、車椅子は止まった。階段の真ん前だ。突然女は大声を上げて叫び始めた。あなたには償いが必要なのよ。父を殺し母を動けなくし、そして直樹までが原因不明の病気で死んだ。最後に残った私には火傷の跡、未だに消えない火傷の跡が。直樹は死ぬまであなたに会いたがっていた。さあ今こそ償いをする時よ。直樹に会いに行きましょう。今まで私たちがどんなに苦しんだか、その話は直樹と一緒にたっぷり聞かせてあげる。さああなたも私と一緒に直樹の海に行くのよ。やっと縄が消えた。しかし上半身は自由になったが、足の縄がまだほどけていない。僕は後ろを振り向いた。ナミをどこにやった。そこにはナミと同じ顔をした女が恐ろしい形相で天井を仰いでいた。どんな苦しい目にあったか知らないが、幼い頃の話だ。今のナミは罪はない。お前は誰だ。誰でもいい。ナミをどこへやった。女は車椅子を突き出した。うわ、僕は車椅子ごと階段を転げ落ちた。全身を強く打った。上を見上げたが女の姿はすでにない。早く早く波を探さないと。僕は足に絡みつく縄をほどくと痛みをこらえて立ち上がった。這い上がるようにして上に上がると鍵が落ちていた。これはもしや。僕を波と間違えていたのなら、まだ波は生きてるはずだ。波待ってろ。僕は扉を開けた。すさまじい部屋だった。これがナオミの言っていた火事の跡だろうか。すべてが燃え尽きていた。四方の壁は真っ黒にすすけ、天井には大きな穴が開いている。絨毯は完全に炭になっていた。割れた窓ガラスから風が吹きつける。ナミの姿はない。ナオミが動かしたのだろうか。部屋の真ん中では最初に見たミイラが椅子に腰をかけていた。これがナミの母親。膝の上には気を失う前に読んだ日記が開かれていた。最後のページに何か書き足されている。お母さん、ナミを連れて直樹のところへ行きます。その時僕の頭の中に遺言の言葉が浮かんだ。僕の海に沈めて水槽だ。その時大音響とともに部屋が大きく揺れた。なんだ。開花で水音がする。地下のボイラー室から出火したようだ。僕は水槽に走り寄り、額をこすりつけて中を見た。濁った水の中にナミの顔が揺れている。ナミ、ナミ、息がない。ナミ、嘘だろ。ナミ、ナミ、キスしてやるから目を覚ましてくれよ。ナミ、死んだの？そんなのないよ。ひどいよ。本当は目もつむってるだけなんだろ。ナミはいつもそうやって俺をからかったもんな。
嘘だろナミ、嘘だろ。弟だかなんだか知らないけど、なんでナミが死ぬんだよ畜生。これこの骨、これ人間の骨じゃないか。骨じゃない、犬か何かの骨だ。まさか弟なんかいなかったのでは。なんで、なんでそんな空想のためにナミが死ななきゃ。クソ、あの女殺してやる。どこだ。こうなったらナミを抱えて。ナミが生き返った。いや、そんなことはない、きっと生き返ったんだ。クソ、こうなったら裏口から。いや、ナミが生き返ったんだ、俺も死ぬわけにはいかない。もしかしてナミもここから。ナミ、いや、きっといるはずだ、きっとこの先にナミがいるんだ。こんなところに、あ、おい、しっかりしろ。いや、今何かことりと動いた。いや、そんなことはない、今動いたんだ、俺には聞こえたんだ。ナミ、早く目を覚ませよ、もう起きろよ。ナミ、もう帰る時間だよ、起きなきゃ。ナミ、何してんだよ、早くしないと置いていくぞ。ここまで逃げてきたんだろ。ナミ、ナミ、ナミ、どうしてこんなことに、どうして。ナミ、ナミ、ナミ、タブヤンさん、ナミ、よかった、ナミ、いいんだよ、もういいんだよ。ナオミさんは、姉さんは、屋敷が燃えてる、まさか、仕方なかったんだよ。違うんだナミ、弟なんかいなかったんだよ、あれはナオミの妄想だったんだ、犬の骨だったんだ。ダメだ、もう間に合わない。ナオキー、次の瞬間屋敷は崩れ始め、ナオミの悲鳴は轟音にかき消された。屋敷の崩壊は凄まじいものだった。見る間に 屋根が落ち、石の壁が崩れていく。まるでナオミの恨みの念だけが古い館を支えているみたいだった。そしてその恨みを今、ナオミもろとも封じ込めるかのように屋敷は崩れていく。姉さん、ナミは地面にひざまずいた。目から涙がこぼれ落ちる。ナミの顔の横で燃え上がる屋敷の火に赤く照らし出された音切り草が一本ゆらりゆらりと揺れていた。最後までご視聴ありがとうございました。この音切り草というゲーム、まあ、サウンドノベルというジャンルを確立したチューンソフトさんの非常にね、画期的なゲームなんですけども、選択肢によってね、ストーリーが変わっていって、エンディングもね、いくつもの数あるみたいですので、私のね、選んだエンディングが
グッドエンディングなのかバッドエンディングなのかもちょっと分かりませんけども、ぜひね皆さんも興味が出れば音切り草やってみてはいかがでしょうか。リメイク作というか移植作もね、あるみたいなので、スーパーファミコン版以外もね、探してみてプレイしてみてはどうでしょうか。私とまた違ったね選択肢を選んでみて、ご自分のねエンディングを迎えてみてはどうでしょうか。いやーちょっとね波の顔を見たかったね。自分が直樹かなと思ったんですけど違うんだよね。なかなか深いストーリーでした。それではこの写真ね、双子なのかな。サウンドノベルゲーム、またプレイしてみたいと思います。いやまだまだプレイしてないゲームたくさんあるね。それでは次のレトロゲームでお会いしましょう。さよなら。